今日は学校の課題で調べなきゃいけないものがあるんだよね。パソコンを使って調べてみよう。よいしょ。あれ？パソコンに、何これ？キーボードを打っても全然動かない。青鬼がこっちを見てる。ここ怖すぎるよ。パソコン閉じようっと。へえ。何かの見間違いだったのかな。みんなはどう思う？青鬼を見たよっていう人はグッドボタンを押してね。よし、もう一度パソコンを開いて確かめてみよう。よいしょっと。あれ？今度は違う青鬼だ。この青鬼も怖すぎる。またまた、パソコンも全然動かない。今日はパソコンで調べ物できそうにないや。逃げろ。パソコンが使えないなら携帯電話を使おうっと。ホーム画面を押して。嘘でしょ。携帯電話にも青鬼？うわー、全部青鬼になっちゃってる。どこもかしこも青鬼だらけ。怖すぎるから今日はもう寝ようっと。あ、ドアをノックする音が聞こえたよ。誰か来たのかな。はーい。玄関のドアを開けると、そこには青鬼。キャキャー。家から逃げ出して駅にやってきたよ。青鬼が向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。ずーっとつきまとってくる青鬼から逃げ切るにはどうすればいいんだろう。あ、そういえば青鬼オンラインっていうゲーム知ってる？このゲームは最後の一人になるまで青鬼から逃げ切るゲームだよ。このゲームをプレイすれば青鬼から逃げ切る方法わかるかも。みんなも毎日の中で青鬼がずーっと追いかけてくるようなことがあったら、青鬼オンラインで遊んで青鬼から逃げ切る方法を勉強してみよう。青鬼オンラインを遊んでいる動画はルールーのゲーム実況という動画で紹介してるよ。この動画の下にある URL をクリックして見てみてね。青鬼怖いっていう人はグッドボタンを押してみてね。動画の感想もお待ちしてます。じゃあね、バイバーイ。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけん、パー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶゲームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶゲームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶゲームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶゲームよろしくメリ。